はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。6時を回りました。ウクライナ情勢ね、いろいろ見てたらロイターが一番早いですね。で、今6時回ったんですけど、これは5時27分に出た記事ですね。ロシア軍ウクライナ国境付近で新たな動き、米衛星会社、短いにさっと読んでしまいますと、ウクライナとの国境付近に展開するロシア軍が活動を活発化させていることが、米宇宙技術会社マクサーテクノロジーズが15日公開した衛星画像で明らかになった。ロシア軍はベラルーシで大規模な軍事演習を行っている。マクサーは13日と14日に撮影した衛星写真を公開し、ベラルーシとクリミア半島、ロシア西部でロシア軍の新たな重要な動きがあったと指摘した。兵員と攻撃ヘリコプターの大規模な配備が数回行われたほか、対地攻撃機や戦闘爆撃機が前方に配備されたという。また複数の地上部隊が基地を出発する様子や車列を組んでいる他の戦闘部隊も見られるとした。ロイターはこの画像を独自に検証できていないという記事が一つですね。で、これはですね、同じく5時12分ですから1時間弱前ですね。ロシアのウクライナ侵攻を差し迫っている可能性、A 外相と。イギリスの外相、うわ、綺麗な人ですね、女の人。これも短いんで読んでしまいましょう。英国のトラス外相は15日、ロシアによるウクライナ侵攻の可能性は高く、差し迫っている可能性があり、世界中の侵略者を増長して欧州の広範な安定に対する脅威になると述べた。スカイニュースに対して、これは欧州のより広範な安定性に、より広範な世界の安定性に関わるものだ。という意味がよくわからん。と指摘、侵略による利益はないというメッセージをロシアのプーチン大統領に伝えなければならないと述べたと。一方、こんなニュースもありますね。ロシア傭兵がウクライナで活動、情報機関とつながり、西側治安筋ということで、これはですね、2時52分午後ですから、今から3時間ちょっと前ですね。ロシア14日ロイター、ロシア情報機関とつながりのある傭兵がここ数週間にウクライナで動きを活発化させており、一部の北大西洋条約機構加盟国の間ではロシアが侵攻の口実を作ろうとするのではないかという懸念が強まっている。西側治安当局の高官3人がロイターに明らかにした。これはこの辺にしましょうか。ちょっと長いんでね。で、このやっぱりロイター早いな。他にもですね、続々とこういうのもあります。ロイター、ロシア軍一部部隊ウクライナ国境での演習を機関開始、通信社。これは5時57分ですから今から10分ちょっと前ですね。10分ぐらい前か。これ通信社というところがミソですからね。ロシア国防省は一部の部隊がウクライナとの国境付近での軍事演習を終え、基地に帰還しつつあると明らかにした。インターファックス通信が15日報じた。ロシアと米欧の緊張が緩和する可能性がある。インターファックスはロシアの通信ですよ。報道によると大規模な演習は続いているが、南部と西部管区の一部部隊は訓練を基地に向かっているという。ロシア軍は10万人以上の部隊をウクライナ国境周辺に配置、10日から20日までベラルーシと合同演習を行っていると。これはですね、ベラルーシとの共同訓練の部隊が帰還しているのと言いたいのか、ロシア国内の、ウクライナ国境の部隊が帰還しているのか、ちょっとこの文面では分かりませんね。ただどっちにしろロシアの国防省がこれを言うてると、いや通信社を通じて言うてるっていうことなんです。
で、一部は本当の本当かも分かりませんけどね。例えば100人ぐらいの部隊を返したところでこうは言えるわけですよ。別の動画でも言いましたけども、軍事的なですね、行動と行いアタックというのはですね、相手が油断している時にやるのが最も効果的で、こちらの損害も少ないわけなんですね。だからいろんな欺瞞作戦でですね、相手を油断させることが大事なんですけども、まあもうここまで来たらかなりこう無理くり攻める強襲と強く襲うというふうになってるんですけども、それでもちょっとでも相手を油断させたいとロシア側は思うはずなんです。だから自分たちは行かへんよという情報はロシア側からしか出てきませんね。イギリスの外相やアメリカの衛星会社はですね、これやばいでというような情報を出してますね。ということはね、ますますね、ますますやばいんちゃうかと、その時は迫ってるんちゃうかというふうに思えますね。で、他の動画でも言いましたけど、軍隊っていうのはね、そのちょろ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 動かすとね、兵隊さんたちね疲れるんですよ。だからもう動かすんやったらドドッと動かすのが一番いいわけなんですね。で寒い、今ものすごい寒い1年で一番寒いぐらいの時期でしょ今。なんでここでドドッとですね、そのイカさんとですね、そんな仮宿舎みたいなところでね、寒いところずっといるとね、士気になりますからね。ということで、もしかしたらですね、明日、今日まだ何も起こっていないんですよ。今6時過ぎで、ウクライナとの時差は7時間なんですね。だから今向こうは11時過ぎなんですよ。もう11時過ぎは昼でしょう。もう何か起こっていればもう起こってるはずなんですけど、起こるとすれば夜明けとともに起こるんですよ、こういうことって。なんで早い時間に起こりますんで。今の時点で起こっていないということは多分起こっていないんだと思いますね。で、とすると明日の朝ですね向こう時間で多分7時とか、夜明けがそんなぐらいやと思うんですけども、遅い、ちょっと日本より遅いから8時9時かなとなると、日本時間のですね夕方3時あたりかなぐらいに、もしかしたら追っ始まるかもしれませんね。なんか今のロイターの時事刻々としたこのニュースを見ていると、かなり準備始めてるんちゃうのという気がします。そうですね、ロシアから帰還してるとかって、ねえ信用できんやんなということですね。それ帰還してるというのはですね、アメリカが認め始めたらそれはそうなんでしょう。衛星で確認してますからね。でもロシアが言うてる分にはね、分からへんやんということですね。むしろ欺瞞作戦、かもしれないなという気がしますね。で明日だと何が問題かというと、多分日本に伝わった時にはですね、もう日本の証券市場は閉まってると思います。だから明日は水曜日でしょ。だから木曜日からなんですけども、その後もヨーロッパ市場は開きますから、そうするとヨーロッパ市場はどうなるか、ニューヨークはどうなるか、そしてあとは年がら年中やってる外為はどうなるかって FX、で原油市場もやってますからね。ドーンといったら17日早朝からは日経平均は800円ぐらい下げるのかなと。もし明日あったらね、もし明日あったら17日は大荒れで、まあ明日今起こってないということは、明日の日本の株式市場の空いてる時間は何もその今以上大きな変化は見られないということですからね。でなぜか知らないけど今時間が上がってるんですよ、日経平均。ニューヨークも時間が上がってるんですよ。なんか材料があるのかなと思ってロイター見たんですけど、悪い材料しか出てこない。どないなってんのこれと。ヨーロッパが上がってるからでしょうかね。イギリスが今もう空いてんのかな。イギリス空いてますね。 FTSE100 っていうのがまあまあ上がってます。プラス71ですから 0.95%、 まあまあ上がってるんで、これを見てるんでしょうね。はい、いやでも不気味ですよ。アメリカの10年利回り今 2.04、
金先物は1859、原油はですね、原油は 92.84 と堅調です。なんで、ちなみにドルウォンどうなってんの？ドルウォン1197でよっとなってますね。どうしたの？もう終わったかな？リアルタイム？あ、まだリアルタイムですね。うん、激しくやってるのかな、ここで。いや、あ、まあ、ようわかりませんけど。ということでございまして、これ、そしたらロイター一つだけ貼っておきましょうか。イギリス外相の貼っておきますね。はい。もしかしたら明日かな、明日を逃したら20日まで待つのかな、いや分かりませんね、それはね。なんか天候もありますしね、そこそこ天気は良くなかったらやりたがらないんですよね、軍隊は。ということで、もしかしてというお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。